2021年5月末に終了した Google Photo の無料無制限バックアップサービス。実はこの保存容量の上限は Google ドライブ、Gmail、Google Photo の合計だということをご存知ですかこれまで無制限だったバックアップも Gmail や Google ドライブなど他のサービスと同様に Google アカウントの保存容量にカウントされます。無料プランの保存容量である 15GB を超過した場合、Google フォトへのバックアップができなくなるほか、Gmail や Google Drive など、他サービスの利用にも影響が及びます。そこで今回は、無料プランの保存容量 15GB を超過すると、一体どうなるのか、どんな弊害が起きるのか、ということを検証してみました。また、その対処方法についても、数回に分けてご紹介していきます。 スマホのコンシェルジュの YouTube チャンネルでは分かりやすい、画面を止めて一緒に操作しやすいをモットーにスマホやパソコンの使い方を学べる動画や日常の疑問を解消する動画を多数配信しております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。まずはそれぞれの Google サービスがどういった役割を果たしているかを簡単におさらいしておきましょう。 Gmail はメールの送受信。Google Photo は写真や動画の保存。そして Google ドライブは Android ユーザーのみではありますが、LINE のトーク履歴や音楽、音声ファイルなどをそれぞれ保存します。このすべてを足して 15GB ということになります。まずはじめに Google クラウドの利用状況を確認する方法をしっかりと把握しておきましょう。 アンドロイドも iPhone も Google ドライブから確認しましょう。まずはホーム画面より Google ドライブを探して開いてください。開いたら画面左上の3本線をタップしてメニューを開きます。メニューの中から下の方にあるストレージまたは保存容量をタップします。アンドロイドであればすでに容量の内訳が表示されたかと思います。iPhone は 使用状況の下にある詳細を表示という項目をタップしてください。こちらで使用状況とその内訳を確認することができます。スマホを使い続けるということを考えると、いずれ容量不足に陥ることは、火を見るより明らかです。それでは容量を超過すると、どのような弊害が起きるのでしょうか Google フォトや Google ドライブへのアップロードは当然行いませんし、g メールの送受信が行えなくなるということも記載されています。ということで、無料で割り当てられる保存容量を使い切ってみました。先ほどの手順で Google ドライブから利用状況を確認すると、空き容量がなくなった旨の記載がされています。15GB を超過すると、 Google ドライブ Google フォトへのアップロードができなくなりました。Google フォトに関しては、容量が不足しているため、新たな写真を保存できないという旨のメールも届きます。こういった通知を受け取れるためにも、この時点で g メールの方はまだ生存しています。では、実際にメールが止まるのはいつかというところですが、検証するために、この後は一昔前のチェーンメールを思い出すかのごとく、 メールを転送しまくります。1GB 以上とりあえずの目安として、結果 1.5GB のメール容量を増やしてみました。期間で制限がかかるのか、容量で制限がかかるのか、実際に制限がかかるところまでは検証が及びませんでしたが、Gmail に関してはすぐにどうにかなるということではないようです。 ただし、容量を超過した状態が2年以上続くと、Google フォト、Gmail、ドライブも含めたすべてのファイルが削除される場合があるという旨の記載がありますので、放置しておくことはお勧めできません。また、例外として、Google 製のスマホ、Pixel シリーズは引き続き、無料で容量無制限のバックアップを利用できるとのことです。それでは、 無料分の 15GB を賢く使うにはどうすればいいでしょうか現時点では課金する以外には魔法のような解決方法があるわけではありません。それでもできれば長く無料分で運用したいという方におす,すめするいくつかのポイントがあります。まずは Google フォトの自動バックアップを停止する。Gmail にたまったメールを整理する。SD カードやパソコンなど。 外部ストレージを活用するといったようなことが挙げられます。今回はまず、Google フォトの自動バックアップを停止して、任意の写真のみをバックアップするという手順について解説していきます。何でもかんでも Google フォトに保存しないというのは、無料プランでやりくりするという場合にはとても重要です。 アプリを開けば自動的にバックアップが始まるように設定されている方も多くいらっしゃると思うので、まずは写真の選別が行えるよう自動バックアップをオフにしましょう。それではまずホーム画面より Google フォトを探してアプリを開いてください。開いたら画面右上のアイコンをタップします。次に管理画面のメニューからフォトの設定をタップしましょう。 設定項目内の一番上にあるバックアップと同期を選択します。次にバックアップと同期のスイッチをタップしてオフに切り替えましょう。こちらで自動バックアップが停止されました。オフの場合、Google フォトのトップ画面の右上にあるアイコンに雲に斜線が入ったようなマークがつきます。それでは次に任意の写真をバックアップする方法をご説明します。 まずは写真をタップして拡大表示しましょう。バックアップが取れてない写真に関しては画面上部に雲のマークが表示されているはずなのでそちらをタップしてください。これで任意の写真のバックアップが完了です。面倒ではありますが写真を頻繁に撮影しない方にとってはこちらの方法で保存容量を長く使うことをお勧めします。それでもやっぱり いずれは有料サービスを検討するタイミングが来るかもしれませんので、どういったサービスがあるのかを確認しておきましょう。使い慣れた Google フォトで行きたい場合には、Google One というストレージサービスがおすすめです。恩恵を受けられるのが Google フォトだけでなく、Gmail や Google ドライブも含まれるという点が何より優秀ではないでしょうか。新たにサービスに登録したり、 余計なパスワードを記憶しておく必要性もありません。今回の件でより注目を集めているのが Amazon Photo です。現在プライム会員の方はもちろん Amazon でのお買い物やプライムビデオといった付帯サービスの優秀さも相まって検討されている方も多いのではないでしょうか。Amazon プライムに付随する一サービスとしてはかなり優秀で容量無制限かつ 画質を落とさないオリジナル画質の保存というのが強みです。また、写真管理アプリとしても優秀です。ただし、動画が 5GB までしか保存できません。動画もたくさん保存したい場合には、月額250円の追加料金で、100GB まで利用することができます。ソフトバンクや Y モバイルユーザーは、無料で Yahoo ミアムの特典が使い放題になっているので、 スマートログインというのを設定すれば容量無制限のバックアップ手段として Yahoo 簡単バックアップというのもおすすめですただし写真管理アプリとしてはいまいちなのとキャリアに縛られるという注意点もありますソフトバンクや Y モバイルから倉替えする際は月額508円で新たに Yahoo ミアムに申し込む必要があります iPhone ユーザーの方は iCloud の容量をグレードアップしてあげるか、ご利用状況にもよりますが、Amazon Photo などを検討されるのがおすすめです。iCloud のストレージプランとしては、50GB で130円、200GB で400円。これまた課金したくなるような絶妙な金額設定です。次回は Gmail 内のメールを整理、一括削除する方法についてご紹介します。 メールの整理ってなんだか面倒でほったらかしている方もいらっしゃると思うのでぜひチェックしてみてください。当動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でもよろしくお願いいたします。